かんだよ。あ、抜けた。あ、簡単。何て読めよ、おい。嘘。こんにちは、松尾です。アニアサ、レイネです。アサヒカイロプラクティック院長の溝口です。お願いします。お願いします。あ、そうだ、あれをちょっと。おずっと忘れてたんですよ、ごめんなさい。お誕生日4月ですね。うわ、嬉しいな。開けてください。お、ありがとうございます。これちょっと、ちょっと開けていいですか。これなんですよ、本当に私だったの。これどうぞ、これを運動をされてるんでね。なんこれ。そうですよ、これ水筒なんですけど、はい、1日にとっていい水分量とか全部教えてくれるんですよ、これ。どれぐらい飲んだかとかも全部測ってアプリと連動してやってくれる。そうなんすか。これアップルの提携してる。ああ、ありがとうございます。結構わかんないですもんね、あの大きいペットボトルじゃないとですね。そうそう、500飲んでたのね。どんだけ飲んだのかって。あ、うわー、よかった、嬉しい。これ水の量は結構いつも気にしてるんで。ああ、そうそうですよね。いや、そうそうそう、いつもあれ見てたんで。そうそう、いつもあれ。嬉しいな、ありがとうございます。どうも。で、今日はレイネです。はい。今日眠い。寝つきがすっごい最近悪くて。まあストレスとか、まあ、精神的な多分問題が結構あるんですけど。だいぶあったもんね。だいぶあって。いろいろあった。いろいろあって。あ、そうなんですか。いろいろありました。疲れてるもん、顔。本当ですか。うん。北海道で会った時よりもこう。あ、あの頃は。あの頃はまだあれです。なんかもう、ちょっと疲れが。あの頃は全盛期だった。あ、北海道の時はまだ全盛期。もう全盛期です。今もう衰退期なんで。そろそろ終わりが見えてきます。いや、あの時よりもなんかこう、もう疲れてる感が半端じゃない。ああ。オーラが疲れてる。あ、もうそれは。そういう空気感が。いろいろあるんですよ。まずいです。小麦の食いすぎや。ここ2、3ヶ月。小麦の食いすぎや。いや、2週間ぐらい控えてるんですよ、今。小麦を。でも小麦控えてだいぶ良くなったよね。はい。便秘が解消したのと、そうなんですよ、肌荒れもほとんどなくなって、体重も 1.5 キロ落ちました。そう、いやでもね、なんかよどんだ空気がこう出とる。あ、結構僕の矯正ね、なんかこう気が入る。あ、そうもうよう言われるんですよ、うんうんうん、だからなんか交渉とかされる前に来られたとかするんですよね。あ、なんかもう交渉するときにやっぱりその元気じゃないと交渉ごとに負けてしまうから、はいはい、だからあなたに気を入れてもらいに来たのよとか、ね、よう言われるんですよ。まあ、そんなつもりでやってるわけじゃないんだけど、はいはい、まあ、まあ体整えるとね、やっぱりこう循環も良くなるし、うんうん、やっぱ気の流れも良くなるからですね。そうですね、はい、お願いします。わかりました、お願いします。お任せください。エネルギーが足りなくなってる感じですね。はい、はい、これで歩きましょうか。あ、はい、OK。使ってるね。なんか疲れてる時ってなんか浦野さんってものすごい癒されるでしょ。はい。いやいや。なんか分かる気がする。浦野さん疲れた時ってどうしたらいいんですか。寝たらいい。寝らないんですよ。寝り。忘れとんやんお前。せっかく振ってくれたのにお前。違う。どう止めてんの。お前忘れとんやんか。疲れた時に。いつも忘れるんだそれね。自分の持ちネタなのに。自分の持ちネタは本当。なんですか。なんですかじゃないよ。肉を食べて死ねって言ったよ。僕に言ったよ。ああ。やっぱね、疲れた時はね、肉を食べて死ねって言ったもんね。そうそう。僕に対してね。でもう一回お願いします。いやもういいや。いやもういい。もういい。本当かよそういうの。数少ない持ちネタ。あ、持ちネタ、あれ持ちネタやったんですよ。ブラウンさんの持ちネタも、ね、カリコネか。カリコネ？カリフォルニアコネ。あ、カリフォルニアコネクション。コネクションね。コネクション。もう肉食ってしかないですね。その2つぐらい、ね、いや、S、いっぱいありますよ、まだ言えよ、そしたらエスタークとかありますよ。ああ、あの、全然受けん、うん、あれ、喜びは一人だけじゃないですか。あれ、笑ってるの、林さんだけ。あ、みつきちゃん、泣かないでよ、ね、泣かないではね、あれ、松尾さんのパクリですか。あ、そうそう、あ、そうそう、そう、すぐパクるのよ。で、面白くなくするけんね。そう、そう。だって、そう、泣かないではあれポケモンをやるよったからいいよ。そんな古かったですかあれ。いや、そう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 。だから、持ちネタっていうのはないよね。そう、裏服少ないよね。ここで電子なんですかね。松尾田道中記。
呼吸が浅くなってるね。めっちゃ痛いです。痛いでしょ。ボード全身なんですかね。かきもしっとり。これがもう稽古の時じゃないですか。ああ、稽古の時か。わかんないけど。あ、それ例のある噛みついた後じゃないかね。自分でそこ噛みついた後。こう噛みついた後よね。はい。え、はい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 、なんだ。痛いよね、これね。痛いです。めっちゃ痛い。呼吸は浅くなっとるもん。あー、ストレス。うん。いや、ちょっとね、レイジャーの体はやばいですよ。いやいや、そうなんですよ。どこ行ってもそう言われてるんですよ。なんか若い。いや、今日特に。なんか。あ、今日特にやばい。あ、元気が出ないね、なんか。はい。で、ほら、噛みついた跡があるやろ。噛みついた。ね、噛みついた跡がある、はい。こっちにはない。うん、噛みついた後よね。はい。それほらみんな気になるとき説明した方がいいぞ。噛みついた後。噛みついたんやね。どうやって噛みついた？そう、噛みついたね、説明をね、うん、した方がいい、うん。どうやって噛みついた？噛みついた説明をねした方がいい。うん、どうやって噛みついた？痛いのは分かるけど、噛みついた後の話をした方がいい、ね、うん、どうやって噛みついた、なんでちょっと変えてくるの。ずっと一緒でおったよ、お前。いやいや、変えんなよ。いや、ちょっと変えた方がいいかなと思って。変えん方がいいよ。面白くなってきて、天才性が破壊神。デストロイヤー、デストロイヤー、ケイスケ。いや、親父です。親父の名前、そう、親父の名前です。ロイドマン、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 ロイドグリーン、いいね。カッパロイドかも。カッパロイドか、いや、カッパロイド。めっちゃ涙が出てきます。なんで？痛くて。痛い？大丈夫？ロイドピンク？ロイドピンクだって。仲間な鳥。ピンクロイド。ピンクロイドとカッパロイド。カッパ。カッパロイド。カッパのアンドロイドみたいな。いや、カッパロイド。いや、カッパのアンドロイド。先生どうですか？こう悪いですか？やっぱ。悪い、だいぶ悪いです。ストレスやね、この首。前側がものすごく太るから、ストレス溜まるとこう前が張ってくるから、そして顎に影響出てくるんですよ。顎だって、お前どうする、お前の後の姿がこれ。あ、ちょっと進化してる。ストレスに今25やお前が32ぐらいになった時のこの後の姿がこれ。あ、嫌だ嫌だ、悪くないよ、悪くない、うん、悪く、顎が歪むのも悪くない、悪くない、うん、慣れたらね。こんだけ顔面がへこんどってもね、うん、そうそうそう、顔面がべこっとへこんどっても生きとるんやけど、大丈夫、顔面でね、元気玉食らったみたいなと思う。大丈夫大丈夫。いつかこの骨も出るかもしれないですね。うん、もう出ない、気圧の問題でも、いつかはね、そうそう、いつかは出る、いつかは二人で行きたいのさ。もう物まねもせんくなった。ね、もうね、ちょっと物まねだけど、もう投げやりだもんね。いや、もうちょっとさ、ほら、もっとね、キラキラした感じで歌った方がいい。キラキラ雪。やっぱこれでダルナットダルナットもう歌いながら。ロイドグリーン。あ、やった。泣きようやん、おい。嘘。めっちゃ痛い。なんで泣くの？息吸って、あ、だいぶ吸える、ここが動き出したから、ね、泣きすぎやろ。息吸える、元気になるから、ここは浴びてみて。あ、元気になれ、元気になるから、あ、元気になれ、よし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 、はい、よし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 、ほら見ろ、泣きよけ高橋でしょ、よしよしよし、よしよしよし、そういうこともあるんですよ。そういうこともある。いや、こんなに固まってたら、それ呼吸が浅くなってきついと思う。あ、そうなんですか。酸欠やん。うん、あ、酸欠だって、ほら。横向いてね。松尾盗聴器。この反対。これ高橋店長だったらもう絶対号泣です。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。なんでそこで僕を。しかしレイナ、よう泣くな。もう一言言えんけどな。よう泣くね。
はい、これで。これやっぱこう、オラさん、ジグザグになったかもしれない。ジグザグ力が抜けてきた。おお。首が長くなってきたんですよ。ちなみに顔が小さいじゃないですか。昨日麺作ったんですけど、小学生用で作ったんですよ。おでかすぎるって言って、普通にえらい顔が小さいんですよ。だなあ、ここよ、悪いのは。背中伸ばして、吸って。あ、はい、口開けて、口ですって。顔こっち。開け方やろ。はい、この反対よ。首長いの。ベネチョ、首が長くなったの。それ私のあだ名です。ああ、そうでしたね。はい、頭の周囲で。はい、剃って。この上のとこね。はい、肘を。あ、抜けた。はい、これ出た。あ、これ顔がだいぶすっきりしてきた顔。本当だ。わかります？気が入ったの。入りました。ね、悪かったでしょ、最初。ドヨヨーンとしょったもん。ドヨヨーン。ドヨヨーンとした感じ。もうエンマくんみたいな感じですね。で、ドロロン。ドロロン。ドロロン。きつい中に、まだね、後頭部のところは抜けてないんですよ。あ、この辺。ね、ここはまだ抜けてないけど、ここも喉までは抜けた感じ。後頭部のところはまだ抜ける。これ抜けたらだいぶ抜けられる。除霊しようやな感じ。強制で除霊しようやな。ねえ。アイザムそうやったもんね。顔ちっちゃいな。いいことやね。うん、羨ましいわ。ソフトボールぐらいしかないよね。そんなにちっちゃいですか。あ、大きく吸って、はい、あ、じゃあ普通に吸って、普通に、はい、普通に。いや、ふざけたらいかんとよ。はい、吸って。え、ふざけたらもう一回口開けるだけ口開けて、はい、吸って、うん、はいよ。膝痛のずれ方、はい、顎がずれてるんですか。いやいや、顎もそうやけど、もう首の軌道をちょっと通さないと。あ、空気が、うん、うわ、いい音。バキ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 、いい音。いい音。はい、口開けて、あ、こっち通る感じ。吐いて、はい、吸って。なんか軽いでしょ、右が半分。はい。で、さっきと違うのは腹式になってますね。うん、そう。呼吸が。さっき標識やったんですけど、こっちがね、通ったんです。あ、うん。なるほど。今度、はい。3番。よいしょ。あ、硬っ。もっ。こっちだな、お、上の、よいしょ。うん、うんって、いや、いい音よう言うよ、ちょっとだけね、はい、こっちはそんなには入らんけれども、ちょびっとだけ少し残っとるから、よいしょ、これ、おお、うん、はい、これで立ってみて、はい、どう、はあ、すごい視界が明るくなりました、うんうん、力が出てきた、うん、メイン、あ、本当だ、うん、晴れぼったいような目をしとって、僕と同じように、誰がよ、こっち誰が晴れぼったいね、森山未来みたいな。垂れ目ですか。いや、晴れぼったい仮面ライダー05でしたっけ、あれ。立ってみて、なになに、何もしてんの。いや、いっただらーん、うわー、痛いあとは両肩がだいぶ下がりました。ああ、今大分と。はいですよ。
ありがとうございます。松尾道中記。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうやった？いやめっちゃ痛かったです。今までの中で一番痛かったです。痛かった。涙が止まらなくて。ああ、それ見てるかわかるけど。ちょっと YouTube バージョンじゃないもんがこう出てしまいました。あ、なるほど。本来の。本来の普通の治療モードでちょっと出てしまいました。楽になった。だいぶ楽になりました。顔色も良くなったね。なんかね、泣いた喧嘩じゃん。いや、後でちょっと今日ぐったり来るやろうから寝た方がいい。あ、そうだね、寝た方がいい。で、少しこの辺筋とかもこう、ね、剣を伸ばしたから触らなければ大丈夫やけど、触ると痛いと。だけどそんぐらいしないとちょっときついかと思う。めっちゃ痛かったですけど、だいぶなんかずっと眠かったのもなくなりました。そう、いや、だから滞ってるんですよ。滞って抜けないからきついんですよ。疲れが取れない状態よね。ずーっと中にこもってこもってこもってです。出し切らないんですよ。だから強制したから今度出す方になるから、ちょっとぐったり感は出る。あ、だ、引っ越しおいで。はい。福岡に移住したいです。絶対来んやん。めちゃくちゃうるせえ。部屋余ってるでしょ。部屋。豪邸建てで。部屋は一部屋ゲストルームあるんですけど。住み込みで働くの。ありがとうございます。はい、どうも。説明欄に全部貼っときますんで、ぜひ見ていってください。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、すや。出番です。出番です。出番です。ちょっと肘。あ、肘をちょっと出番。結局。また。出番です。別にこれ、さっき多分カットされちゃったから。されちゃったから、ね、出番奪われたみたいな言い方。多分もうそんなに、どんどん行くでしょ。あ、確かに。痛くないもん。もうだってボスがもう、取っちゃった後ですもん。それは、無理やり握り潰せばそれは痛いかもしれないけどね。怖い怖い。痛くないです。ボスがちゃんと抜いた後ですよ。ああ、さすがです。ね、残念残念ちゃんとね、見せ場を奪おうとしてる。なるほど、なるほど、なるほど。いかなる場合もやっぱりこう自己アピールやられてる。この前ね、うちも紹介したんですけど、あー、YouTube で、あ、YouTube で、ファンクラブで、うん、そうそう、見てない、紹介したんすか。え、お前もクリア。うちの社員だろ、なんだから。ちょっと待って、それ一応社長ですからね。